Thank you.
ウクラマトたちと接触したらしいな。まあいい。何を企んでいるのか知らんが、国が危機に瀕していた時、お前には民を守る力がなかった。その無力さゆえに俺にすがるほかなかったのだ。奴らに情が移ったとて同じこと。結局は俺の力が必要になる。違うか？そうだけど、あの子、民は家族だって言ってた。それだけ純粋に民のことが好きなんだよ。だからあの子には私と同じ思いをしてほしくない。それにラマチ、ウクラマトの仲間たちは私たちにない知識も持っているみたいだった。彼らとなら別の道を見つけられるかもしれない。虫がいいのは分かってるけど、今からでもトライオラと和平を結べないかな。私たちがしたことは許されることじゃないよ。だからって家族同士で殺し合わなくても。ふん。ただ一人の肉親すら切って捨てた俺に家族を解くとはな。父上を思い起こすにつか失望がよぎるばかりだ。ああもたやすく死ぬとは追いさらばえたか。あんなものを叩き切っただけでは俺の長年追い求めてきた奇跡の証明にはならん。もはや俺の目的を果たす方法はあいつらを殺す他にない。幻影とはいえ前世紀の父上を相手に勝利した元連王ウクラマトとコーナオナ。また家族を殺すの？血がつながってなくてもウクラマトは妹なんでしょ？俺は俺の目的のために行動する。黄金鏡からお前が語りかけてきた時そう言ったはずだ。忘れるな。お前の大切な家族とやらを殺すのはたやすい。連中の命を守りたくば甘い考えは捨てるがいい。俺はお前が持つ知識や能力は認めている。よく考えた行動しろ、利用よ。ウクラマト、お前が父親を継ぐにふさわしい武王ならば俺の元までたどり着いてみせよ。もし見込み違いだったならその時はトライオラを滅ぼす。どうしたら？
雷雲に覆われた大地にそびえ立つエレクトロープの巨塔エバーキープ。全12層からなるその塔の第9階層に作られた街はソリューション9と呼ばれていた。かつてこの街を築いた人々は何を願い何を思ってその名を掲げたのだろうか。なかなか壮観だろ。他の階層にも大小さまざまな町や工業区なんかがあるんだけど、ここソリューション9が巨塔エバーキープ最大の町さ。すごすぎるぜ。目が回っちまう。最初はそうなるよね。あれもこれも全部がエレクトロープで作られ、トライオラとは比べ物にならない技術が詰め込まれてる。基本的には便利で住みやすいところさ。そうだ、バックルームの連中には私から事情を説明しておくから、その間に街を見て回ってくるといい。ここがどんなところかは口で説明するよりも実際に歩いた方が早いと思うからさ。スフェーンとゾラージャが作った国のこともっと知っておきたいだろ。さすがは冒険者だな。うずうずして仕方ないって顔してるぜ。ところで守衛には止められなかったが、よそ者の俺たちが勝手に歩き回って大丈夫なのか。スフェーンの客人として登録されてるんだったら、いきなり機械兵にとっ捕まるようなことはないはずさ。最上層に通じる昇降機にはむやみに近づくべきじゃないが、あとは常識的な行動さえ取っていれば大丈夫だろうよ。それじゃあお言葉に甘えて、しばらくは自由探索にしましょうか。ああ、戦いに備える意味でもここの技術を知っておく必要があるからな。二人ともはしゃぎすぎて変な注目を浴びないようにね。ある程度見て回ったら、東の塔にあるトゥルービューの入り口、ちょっとした広場になっているところに来てくれるかい。私たちの仲間の誰かに迎えに行かせるからさ。あの辺りはちと道がややこしいんだ。分かったわ。それじゃあみんな、また後で会いましょう。私も町の人とお話ししてくるわね。この耳飾りのこと知ってる人がいるかもしれないし。何なんだよここ。本当に塔の中なのか？それで何を隠してる？お袋の本体はどこにいるんだ？立場上まだ言えないね。心配しなくても安全な場所にいるよ。そんなことより、この冒険者のこと随分と信頼しているみたいじゃないか。何があったのか詳しく聞かせてよ。
黄金鏡の扉を見つけた。え？本当に？ちょっとエレネシパ、なんでそんな大事なことを早く言わないの？私と一緒に行動しねえか？言っとくが、ビビってるわけじゃねえぞ。トライオラと勝手が違いすぎて、ちょっと気が引けるだけだ。無事に検問を通過できたみたいだね。よかった。ちょっと心配してたんだよ。ああ、スフェーンのおかげだ。ありがとよ。あのさ、二人とも、せっかく来てくれたところで悪いんだけど、大事な話があるの。聞いてくれる？大事な話？そう、大事な話。そのゾラージャ王と敵対するのはやめて、和解できないかな？どういうことだ？お前も敵対してるって最初に言ってたじゃねえか。もちろん意見は、お互いの方針は対立したまま、彼のやり方が全部正しいとはどうしたって思えない。だけど戦ってほしくないんだ。君には後悔してほしくないから。レギュレーターもつけてない君たちが生身のままでゾラージャ王と戦うなんて危ないよ。心配してくれるのはありがてえけどよ、その提案は受け入れられねえ。ゾラージャは親父を殺し、民の命を奪った。そんな奴を放っておいたら、またみんなの笑顔が奪われる。私は武王としてあいつを許すわけにはいかねえ。お前だって国のこと、民のことが好きなら、この覚悟が生半可なもんじゃねえってわかるだろ。それはよくわかるよ。なら、せめてこれだけは言わせて。ゾラージャ王は、勝つために手段を選ばない。民を守りたいなら、今すぐトライオラに戻って対策を練った方がいい。トライオラを襲撃した敵国の王の身で、都合がいいことを言ってるのはわかってる。でも、私と違って、君たちにはまだ運命を変える力があるから。よくわかんねえやつだな。だけど大丈夫さ、トライオラには頼もしい仲間たちがいるからな。私が戻って加勢しなくたって、あいつらはうまくやるさ。だから私もこっちでできることをする。でも、
か。譲れないものを守るために頼れる仲間がいるんだね。ちょっと羨ましいな。なあ、私はお前のことももっと知りたいと思ってる。え？私？正直言うと、お前のことを信頼していいかどうかまだよくわかんねえんだ。だからさ、暇ならこの町を案内してくれねえか。一緒に行動してれば、少なくともお前がどんなやつか見えてくるはずだからな。暇って、これでも王様なんですけど。でもそっか、知りたいって思ってくれてるんだ。いいよ、案内してあげる。ちょうど私のお客さんってことになってるし、私のことはともかく、この町のこともっと知ってほしいからさ。君が言ったみたいに、私にとってもこの国のみんなは家族同然の存在なんだよ。だから紹介させて。そう来なくっちゃ。案内よろしく頼むぜ、スフェン。はい、リオースフェンに任せてください。
Hey, thanks for making it this far into the video. So I wanted to include something for you real ones out there that actually stick around to the end of the video. At the very bottom of my description, you're going to find my refer a friend code. It's a first come, first serve basis, but I'll include this in every one of these videos moving forward. So if you want to come hang out on Zalara, go ahead and use that code and hop on. Feel free to message me on Twitter if you do play. I'd love to get a little community going on here if possible. Anyway, that's enough out of me. If you enjoyed today's video, please leave a like, comment down below what your favorite job is in FF14, and subscribe to the channel for more Dawn Trail content coming soon.